佐藤敏彦11月16日隊は、日本の実業家。第9代七寸時計代表取締役社長。北海道江差し郡歌登町本報滅別ペアマン、番外地出身。1981年3月、北海道大学工学部卒業。4月1日、七寸時計入社以来、ほぼ事務畑を歩んできた。開発部長等を経て、 2015年取締役に昇格、2017年常務取締役、2018年専務取締役、2019年から代表取締役社長を務め、新規中期経営計画に当たった。事業環境が急激に変化する中、新中期経営計画によりさらなるグループ一体運営を推進し、従来のものづくりにとどまらず、 新たな価値創造に挑戦していく。4歳までは電気もなくランプで過ごす。兄は家業を継ぐということで高校へ進学したが、4人兄弟の次男であったため、親から高校には行かせられないと言われる。なんとか受験だけはさせてもらったところ、成績が上位だったため、父親が働きながら行くのであればいいと言ったため、高校へ進学。土日も含め、 やおやのアルバイトに明け暮れ、勉強をした記憶がないという。成績はよく、3年の3学期になって大学へ行きたいと思い始め、自分で働きながら、国立の北海道大学へ行くと決意する。だが、試験はほとんど答えることができず、札幌でアルバイトをしながら、予備校に通う。そして二郎の末、北大に合格。四時間以上寝たことはなかったという。その後、 学費が払えなくなり、一年間休学して給料が良かった、防水工事の仕事をして、学費と生活費を稼ぐ。会社の社長には大学に戻らず、残るように言われたが、大学の門をくぐった以上は、門から出たいと思い復学。卒業後は、北海道と環境の似ている、長野県へ行き、精密機器関係の会社へ就職したかったが、入社試験を受けさせてもらえなかった。 その時に教授から、精密機器関係なら、七問もいいぞと言われ、決めた。入社したての新入社員の決意表明の場では、私は副社長までやりますと宣言した。所有株式数6026株。ありがとうございます。